酸味と甘みがマッチング、マッチング。はい、こんにちは、よしこでございます。では今日はですね、ラザニアを作りたいと思います。で、僕の動画で基本的にはダイエットメニューとしてできるだけカロリーを落とすようにやっていきますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。では今日の食材たち、鶏むね肉 100g の玉ねぎ1/4カット 70g ほどありました。トマトもこれ1パックそのまま使おうかなと思ってます。で、ラザニアのシートなんですけれども、以前に使ったこのシューマイの皮が余ってるんですよ。このシューマイの皮を使ってラザニアを作っていこうかなと思います。なかなかいい発想でしょ。で、ミートソースもね、トマトを使うので、これをわでワイ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 、はい、ケチャップ使ってミートソース作っていきます。トマトソースとかじゃなくてもケチャップで作ります。あとはベシャメルソース代わりなんですけれども、これね、あの水切りヨーグルトです。これも一緒に使っていきます。ではやっていきましょう。ではまずは玉ねぎをみじん切りにします。OK でございます。それでは次はトマトですね。半分にカットします。はい、 OK です。それではいつも通りのウィーンタイムでございます。今回結構細かめにミンチにしようかなと思います。はい、 OK です。それではミートソース作りますね。では火にかけます。で、オリーブオイルの方でちょろっとコーティングをします。よいしょ。お肉入れます。ではぼちぼちこの玉ねぎも炒めましょう。塩をちょっとだけ。はい、ではある程度トマトを潰すことができたら、今度はケチャップを入れていきましょうか。ケチャップは 50g 今の時点で入ってます。ミートソースも作り終わったので、今度はこっちのヨーグルト、ベシャメルソースの代わりの部分ですね、それを作っていきます。水切りヨーグルトに対してパルスイート、10g 入れました。ではこのパルスイートちょっと混ぜますね。ちなみにヨーグルトは 200g です。それを水切りしました。いい感じに混ざってくるので、じゃあこれをベシャメルソースとして使います。カップにひっついてもあれなんで、一回ちょっとだけちょろっとだけ垂らして、これだと多いので周りにコーティングする程度に塗っておきます。じゃあまずワンタンをこの中に入れます。よいしょ。今度はヨーグルト、さっきのやつですね。ではその次はミンチ肉、さっきのミートソースですね、これを中の方に入れておきます。で、キュッキュッキュッと押しつぶすようにして、空気入れない程度にしておいて、カッテージチーズ入れておきます。これはちょこっと改めてワンターンギューギューギュー詰めて、で、ミンチ、その上に今度はチーズですね。
ついちゃう。普通にパラパラと乗されたらいいんですけれども、ついちゃいますね。では同じように他のもやっていきましょう。はい、それではね、こんな風に3つできました。オーブンにぶち込みます。ちなみに210度の25分入れます。さてさて、もう飽きちゃったんですけれども、どうでしょうか。いい感じじゃないですかね。焦げ目もついて美味しそうです。はい、ではこれを食べていきますね。はい、ではお上がりなさい。いただきます。では食べていきます。熱々、いや、めちゃくちゃ美味しそう。では食べますね。うん、ほら、立派なラザニアだ。めっちゃうまい。このミートソースが本当に美味しい。ワンタンちゃんと役割果たしてますね。よいしょ。めちゃくちゃヘルシーにできたなと思いますよ。僕は一人暮らしなんでいいんですけど、家族がいらっしゃる方はダイエットメニューに合わせるのちょっと大変だったりするじゃないですか。でもこういうのだったら小分けにして美味しくいただけるっていうふうにできるんじゃないんでしょうかね。酸味と甘みがマッチング、マッチング、ポージング。はい、最後これだけです。もう全部食べていこうかなと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです、はい、僕は一人暮らしなのでこれは全部食べないといけないので、もうバッチリ食べていきます。うん、うまっ。いかがでしたか。では今日はですね、ラザニアということで、ワンタンラザニアですねをやっていきました。牛もも肉とかをミンチにしてやってもよかったかなと思ったんですけれども、まあ安めに仕上げたいなというのもあったんで、鶏胸でやっていきました。もう全然鶏胸肉でもミートソースって美味しくいただけますね。水切りヨーグルトさえ事前に作っとけばベシャメルソースの代わりになると思います。ですので、あのやり方でもうめんどくさいな、まあ作るのがめんどくさいなとか、まあまあカンカン買ってくるとね、ちょっと大量に使わなきゃいけないとか、そういう風になった場合は、ああいう水切りヨーグルトを使えばヘルシーにも仕上がるし、簡単にいけるしで、ぜひぜひ試してください。バッチリアレンジできたということで、では以上となります。それでは僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理、ダイエット飯を発信しております。で、ではあ、噛んだでは、では言ってもうた。ではってファイナルファイトのマイク・ハガーの声みたいな、でやみたいな声出た。今ちょっとうまかったでしょ。はい、ということで、ダイエットされてる方、ダイエットしたいなと思う方、料理の方を楽しんで見ていただいてる方がいらっしゃれば、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、ダブルラリアット。でやー。